桜木町駅、桜木町駅は、神奈川県横浜市中区にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、横浜市交通局、横浜市営地下鉄の駅である。1872年、明治5年、日本で最初に鉄道が開通した時に、初代の横浜駅として開業した。その後、東海道本線の延伸に伴い、 横浜駅の名称を現在の横浜駅に譲り、1915年、大正4年に桜木町駅に改称された。また、2004年、平成16年1月30日までは、東京急行電鉄、東急の東横線も乗り入れており、その終着駅であったが、翌々日の2月1日に、港未来線が開業したのに伴い廃止となった。 本校ではその駅についても記述する。JR 東日本の根岸線と横浜市営地下鉄のブルーライン3号線が乗り入れており、各路線ごとに駅番号が付与されている。なお、当駅における JR と横浜市営地下鉄との連絡運輸は設定されてい,い、隣の横浜駅と関内駅が指定されている。JR 東日本の駅には、 根岸線と直通運転を行っている、京浜東北線の電車のほか、東神奈川駅から直通している、横浜線の電車も、日中の多くの電車と朝晩の一部電車が当駅へ乗り入れを行っている。また、当駅からは、東海道本線支線、高島線が分岐しているが、この高島線は、基本的に、貨物列車専用であり、定期旅客列車の運行はない。 横浜線の昼間時の根岸線直通電車は全列車が当駅折り返しであり横浜線快速電車も平日はすべての電車が当駅折り返しで運行されているかつての横浜駅であり品川駅と並ぶ日本初の鉄道の駅であるその説明板が駅構内及び管内型のガード沿い旧駅前広場にある2004年1月30日までは 東横線の終着駅だったが、2日後の2月1日の横浜高速鉄道みなとみらい線の開業により、東横線が横浜駅よりみなとみらい線への相互直通運転を開始したため、廃止された。島式ホームに面参戦を有する高海駅で折り返し用の抽選を2本のホームで共用している。この抽選2.3番線は、館内、 磯子方面とはつながっておらず、横浜、東神奈川方面への折り返ししかできないため、2番線を、降車専用、3番線を、乗車専用としている。2015年3月時点におけるダイヤでは、折り返しは、長時間帯の一部列車とデータイム時、6から17時台、と休日は18時台に、横浜線直通列車が、その他の時間帯は、 京浜東北線直通列車が使用している。夜間留置の列車もこの抽選を使用する。2018年3月19日から八王子発22時台の横浜線電車1本が東神奈川止まりから東駅止まりに延長され、折り返しの東駅始発23時台に横浜線直通最終八王子業が設定された。また、東駅は 高島線と根岸線の合流点に当たるため、両ホーム、横浜方の上には、信号扱い所が設けられ、終日運転取扱い者がここに常駐する。忘れ物の取扱いも終日ここで行っている。エレベーターは改札内と上下各ホームを結ぶものが存在する。改札口はこれまで、館内方面の一つだけであったが、2014年7月1日に、横浜方面に、 北改札が新設され、これに伴い、従来の改札口には、南改札という名称が付された、なお、南改札口周辺もリニューアル工事が実施されている。同時に、東西通路も整備され、港未来方面や紅葉坂方面へのアクセスの改善が図られている。また改札の新設に合わせ、同月16日には、高架下を利用した、駅閉設の商業施設として、 JR 東日本のグループ会社である横浜、ステーシオンビルが管理、運営するシェル桜木町が開業している。さらに2020年度中をめどに3つ目の改札を整備する計画が進められている。駅舎を南側に延伸した上で、鉄道創業の地記念日がある広場付近、地下道への入り口と、 横浜桜木郵便局の間あたりに新たな改札を設ける計画としており、全路、ホーム外では2.3番線の線路終端部の先で、両ホームの遠心部を接続させ、この字型のホームとなる1から4番線共通のエスカレーターエレベーター、階で新改札がある、地上階へ通じる構造となっている。また、駅近隣南西側にあった横浜市有地、 約474メートルを JR に売却した上で、駅舎に接している JR 東日本所有の隣接地、約3319メートルと合わせて一体、開発する計画も2018年1月に発表されており、敷地内には宿泊施設、ホテルや子育て支援施設、保育所などからなる12階建ての複合ビルを建設、敷地面積約2000メートル、 新改札開設と同時期の2020年度中の開業を目指すし、新改札から同ビルへの専用改札口も設置する計画である。その後、複合ビルの詳細が同年9月に発表され、高層部3から12階には JR 東日本ホテルメッツ桜議長、低層部1から2階には店舗、子育て支援施設などからなるシェル、 桜木町別館を配置するとしている。このほか、新改札付近より2020年に、新市庁舎が完成予定の北中通り地区方面に向けて、ペデストリアンデッキ、大岡川大丹人道橋も整備する方針で、新改札の設置により、同地区や野毛地区、馬車道地区といった、周辺地区の結節点として回遊性の向上や、駅混雑の緩和などが期待されている。 乗り場は、北東、横浜港側を一番線として、順に、下表のように割り当てられている。出店、JR 東日本、駅構内図。以下の売店や飲食店などは、シェル桜木町のテナントとして取り込まれている、改札内のテナントを除く、シェル桜木町の詳細は、公設参照。当駅では2000年代以降発車メロディが採用されて、いたが、 二代目横浜駅開業100周年記念イベントに合わせて2015年7月25日から校舎専用ホームである2番線以外の全ホームで線路は続く淀ドまでもに変更された各ホームでアレンジが異なっている島式ホーム一面二線の地下駅副名称は県民共済プラザ前改札口は 国道16号を挟んだピオシティの地下3階、ホームは地下4階にある。JR の駅とは、野毛近道でつながっている。かつての終着駅だった東横線は横浜高速鉄道港未来線の開業に伴い、2004年1月31日付で横浜東駅間が廃止された。廃止時の駅構造は、 島式ホーム一面二線の高架駅であり、JR から続いて5.6番線となっていた。なお、廃線後では高架を有効活用した遊歩道を整備する方針である。詳細は、東横フラワー緑道関連る遊歩道整備計画を参照。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、JR を除く。各年度の1日平均乗車人員推移は、 下表の通りである。高架下を利用した JR 桜木町駅併設の商業施設として、シェル桜木町、シアル桜木町が2014年7月16日に開業した。JR 東日本のグループ会社である横浜、ステーシオンビルが管理、運営、店舗部分している。開発コンセプトは、横浜のスタルジック、リベト市横浜の歴史的な、明治レトロ、 大正ロマンの雰囲気を取り入れた施設を目指している。また、建物の外観デザインは、港未来側が白を基調に開放感のある、ガラス張りとしており、初代駅舎の特徴的な三角屋根を表現している。ほか、船のマストに見立てた、天外、キャノピーも施され、港町横浜らしさを表現している。一方、野毛側は、レンガ調のタイルや飾り窓により鉄道発祥の、 市としての歴史観を表現しており、夜間には壁面を柔らかく照らすライトアップも実施されている。このほか、野毛川の建物の前には、かつての横浜駅の駅舎をイメージしてレンガが敷き詰められた桜木町駅、西口広場も整備され、当施設の開業と同時にオープンしている。当施設は北改札正面の紅葉坂ギャラリー、港未来側の横浜バザール。 野毛川の停車場ビュッフェ、南改札正面の横浜情報プラザという4つのゾーンで構成され、開業時には35店舗が入居している。各ゾーンにおけるテナントの詳細は、公式サイト内、フロアガイドを参照。南側への延伸、新改札設置が計画されている駅舎の隣接地に2020年度完成予定の複合ビル停層部には、店舗、 子育て支援施設などからなるシェル・桜木町別館を開設予定である前日参照。東駅周辺地区、港未来地区は横浜市における都心、ツインコアの一つである横浜都心に指定されている。旧東急東横線配線跡は高架の遊歩道、詳細は東横フラワー緑度を関連する遊歩道整備計画を 山椒を整備する工事が進行中で、紅葉坂方面へのペデストリアンデッキの設置も計画されている。当駅は1989年の横浜港、開港130周年を記念して、現在の港未来地区で開催された横浜博覧会、さらには2009年の横浜港、開港150周年を記念して、同地区で開催された 開国博愛150会場もより駅の一つでもあった。駅の東側にロータリーがあり、以下のように各路線バスが乗り入れていて、桜木町駅前、桜木町駅と称している。一部のバス停留所は JR と横浜市営地下鉄の間の国道16号を上に存在している。また、駅西側の県道218号線上には、野行通り停留所があり、 こちらも利用可能である。なお、同バス停は、江ノ電バス、現、江ノ電バス、横浜だけが、桜木町停留所を名乗っていたが、2008年7月1日から、野毛大通り停留所となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。